ビバイ鉄道2号機車輪配置0から10から0は5、軸道輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性は、テンホイールスイッチャー、もしくはデカポット、デカポット。初めて0から10から0という車輪配置が使われたのは、オーストリア帝国のミカドリツオ立リツ国有鉄道の180型で、ボヘミアの炭鉱地帯から重量級の運搬列車を引く必要があるのに、 軸重制限が13.7トンしかない路線を走らねばならない必要性から製造された。この機関車の成績自体は良好で239両製造されたが、先、我がなく高速走行などには不向きなことや軸数が多いため曲線通過に特殊な措置を取らねばならないことから低速で構わないから路線の規模に比べて非常に大きな牽引力を要する。 機関車に使用され、主にかなり急な勾配区間用や大規模な入れ替え専用などの大型機関車に使用されたが、逆に線路状況の悪い野戦用に使われた小型のものもあり、日本でも陸軍鉄道連隊が 600mm 機関用で十数トン程度の車両を保有していた。また、ソ連では特殊な用途ではなく、E 型のように幹線貨物機の主流として1500台以上。 生産され、蒸気機関車の末期まで使い続けられた。変わった使用目的ではイギリスで製造されたユニークな機関車として、1902年にグレートイースタン鉄道で製作された3シリンダーの0から10から0系機 A55 型を上げることができる。この機関車の製作目的は実験的なもので、 当時満載の通勤客を乗車させた315トンの電車は発車後30秒以内に時速30マイルまで加速できたが、それが蒸気機関車にも可能かというもので、このためトル力重視に小ぶりなドーリンゴ軸を持ち、太いボイラーと広い皮質を持つタンク式機関車であった。性能に関しては電車より重い335トンの列車で十分目標を達成できたが、 その重量に線路が耐えられず高加速機関車による近郊通勤列車は作られることなく、この機関車自身も1906年にボイラーを小型のものに変えて道輪を四軸にして中央シリンダー撤去、テンダーを装備というほぼ別物の機関車に改造されか持つように1913年まで使用された後に解体された。ありがとうございます。